師匠がおりまして、高橋智子高橋智子高橋和江先生、あ、そうなんですか、はい、あの教えていただいてですね、の価値って、すごく難しい、難しいですよね、難しいですよね、じゃあですね、続いて第2章、着物の保管とお手入れの巻、残すもの、手放すものを見極めるについてお話を伺ってみたいと思います。はい、リサイクル着物とかシミとかサイズが違ったりそうですね、場合とかありますもんね、はい、うん、やっぱりその着物ってその本当にサステイナブルな衣類ということで、そうですね、はい、一回こう溶いて洗い張りして段物に戻せばまた仕立て直して新しく作ることができるっていうようなことができるもので、そのシミを消したりとか、あとこう長さが足りなかったら水で作るとかっていう技術とかね、そうですね、すごくありますよね。ちょっとそういうことも紹介をしながら、どうしてもこう思い入れがあってこの着物を着たいなっていうものは生かす方法があるっていうことも紹介をしています。で、実際に私がやったのは母の黒羽織を自分のサイズに作り変えてきたものの紹介をしています。その母の黒羽織っていうのはそもそも母のおばあの黒いちょっと織の着物を真っ黒に染めて黒羽織にして、私の子供の頃って参観日とかお母さんが着物の上に黒羽織を着て来てくれたりとかっていうような時代だったんですけど、もともとが着物なのでその引き返しって言って引き返してある部分と布がすごくたくさんあったので、実は母143センチで私160センチあるのでもう十何センチぐらい違うんですけど、で普通のものはもう全然歯が立たない、お直しとか歯が立たないんですけど、それだったら直せるかなと思って、うん、でもやっぱりちょっと雪が足りなくて、うん、幅が昔の反物なので幅が狭かったので、うん、このところにこう、うん、ついて継ぎを入れて作ってもらいました、うん、はい、真っ黒だったのでやっぱりと目立たず作っていただけて、うん、すごいやっぱそれもすごい着物の技術だなと思うんで、確かにねそうですよね。まあ第2章の話でいうとシミとか、お手入れっていうのは例えばどういうなんかやり方とかってあったりするの？そうですね、こういうところのファンデーション汚れとか、うん、そういうものをこう揮発性の、はい、はい、ベンジンとかリグロインとかでこうお手入れをするような方法とかですね、うん、そういうのも、はい、できるような、それはあれですか、ご自分で編み出したんですか？やっぱ師匠がおりまして、あ、師匠どうなの？高橋和江先生、あ、そうなんですか、はい、教えていただいてですね、もともと高橋着物工房は今は肌着のメーカーとしていろんな肌着を出しているんですけれども、もともと漆器屋さんって言って着物のお手入れをする仕事をされているんでいたんですね。で、その着物を汚さないためにどんな着物肌着を着たら着物を汚れないかっていうことをで着物肌着を開発して今販売してらっしゃるんですけど、なんかその漆器って言って着物のお手入れのことについて、はい、詳しいので、はい、教えていただいて、自分セルフ手入れですね、自分でできること、あとやっぱ自分でできないことっていうのは結構着物の場合は多くて、はい、下手に触ると傷を大きくしてしまうようなありますよね、はい、ありますので、そこら辺の見極めの方法みたいな、どこで見極めたらいいかなみたいなことも聞いて私の実体験も含めて書いたりもしています。最初はね、はい、洋服って全部洗濯機で洗うんで着物だって別に大丈夫じゃないの、おしゃれに洗いながらえばって思ってやらかした失敗がそういう、ね、失敗も大切ですよね。そうですね、一回やると本当にね、もうすいませんでしたってでもやるまでわからないですよね。そうなんですよね
やってみて初めて分かる。初めてね。分かりますもんね。女性者の着物の着物さんがごめんなさいっていう感じなんですけど。なるほどなるほど。そうかそうか。いろんなノウハウをここに詰め込んでるってことですね。はい。高橋和恵先生も登場しています。登場するのね。ああ、はい、それはね、重要ですね。はい、じゃあですね、この3章、はい、第3章いきますね。着物のリサイクルの巻、はい、着物は勝負、寄付、買い取りについてお話を伺ってみたいと思いますね。これね、着物を手放さなくてはいけなくなった時、やっぱり着物ね、先ほどガニコさんのお話でたくさん着物が増えてくると、やっぱ手放す時って来ると思うんですよね。ワニコさんのちょっと見解を教えてください、はい、なんかこれね、ちょっと正解ってないって思うんですよね。その人のが何を選ぶかっていうことで、それはちょっと誰が決めるものでもない、その人が決めることだなっていうことなんですけど、まあ、なんでそういう話になったかというとですね、もうコロナの時にそのやっぱりいろいろ家を片付けようって思う人がいっぱいいて、はい、だからもうこの際だから片付けようっていうことで、その着物も片付けちゃおうっていうことで、私もやっぱりすごく相談を受けたんですね。母の着物が残ってるけどどうしたらいいかとか、全然価値もわからないしどうしたらいいかみたいなことを言われたんですけど、着物の価値ってすごく難しい。難しいですよね。難しいですよね。はい、もちろんですね、シルクで本当に、はい、いいもので、はい、素晴らしいものでっていうことももちろんあるんですけど、はい、全部が全部そうかというと、はい、そうでもない場合もあるし、はい、その見極めみたいなのがすごく難しいですし、やっぱり一回袖を通したものに関してはね、もう中古医療と今の時代ではそういう扱いですよね。昔は質に入れてお金に換えてみたいなこともいっぱいあったと思うんですけど、やっぱ着る方が少なくなってしまった今では、やっぱ中古医療としての扱いになってしまうということなんですよね。だからすごくその大事な、ばあちゃんが大事にしてた着物、母が大事にしてた着物っていうので、はい、まあでも自分は着ないから業者さんに買い取ってもらおうっていうことで業者さんに来てもらったりすると、本当にえっていうようなお値段を言われるとして、すごくショックっていうことですね。はい、もうこの本の中ではその私の話だけではなく、もういろんな人にどうしたどうしたってすごい聞いてなるほど、はい、いろんなこう答えを教えてもらったんですけど、私がそのみんなから話を聞いたりとかっていうことで考えうる限りの方法っていうのはこの本に書いたつもりです。売るとか、あとはもうリサイクル、寄付とかね、差し上げるとか、もう処分とかっていうことを書いたんですけど、着物っていうのはね、やっぱりその買った人一代でもういいんじゃないかっていうことをやっぱり思えば、なんていうかな、その着物を手放すことへの罪悪感っていうものは、はい、少しなくなって、みんなが軽い気持ちになってくれるといいなっていうふうに思って書きました。もちろんこう大事にしたいので、こういう方法いろいろあるよっていうふうには書いているんですけども、やっぱりその手放す、どんな方法であれ、売るにしても差し上げるにしても、こう着物を自分のところにあったものをもう手放してしまう時って、やっぱちょっと罪悪感みたいな、ちょっと悲しい気持ちとか、そういうことってやっぱりある。そうですね、はい、あると思うんですよね。でもそれってその感じなくてもいいんじゃないかなって、もうちょっとその自分が大事にするぞって思った着物とうまく付き合って、それ以外とはまあそこまでって5割切ってね、やっていかないと、本当に私のように収納崩壊を
なるほどね、そうですね、になると思うので、でちなみにマニコさん的にはその先ほど仕上げた、まあ、いろんな着物というかねっていうのは処分、寄付、買い取り、どれが一番多かったですか？あの実はですね、私の仲間うちでチャリティーバザーをやりました。はい、あの友達と一緒に、はい、じゃあ、はい、寄付っていう感じですかね。そうですね、寄付っていう感じですね。なるほど、あの今着物好きな人にお買い上げいただいた売り上げを、はい、その時はあの始めた頃にあの東日本大震災があったあの直後とかだったので、はい、東日本大震災 の津波とかでお子さんを亡くされた医師の方に奨学金を、はいはい、支給するっていう団体に寄付してましたね。あのこれってでもその寄付っていうのともう一つプラスアルファみたいなのがあって、その着物をねあの持ってってこうお店を出してあの売るといろんな着物の好きな方とお話ができるんですよ、はい、だからそのあのただ寄付するっていうこともいいと思うんですけども、まあ、もしねそういう機会があればフリーマーケットとかねあのそういう風な時にこう持っていったりすると、うん、あの自分の楽しみにもなるかなと思います。そうですね、はい、うん、あのなんかその純粋にこうその時間とか、うん、金お金とかっていうことを考えたら全く割に合わない方法なんですけどもうでもやっぱりその自分の着物が本当に好きなのでそういうあの話をできたりするってことはやっぱり喜びなので、はい、あの楽しみでやったりもします。確かに、はい、じゃあ、最後ですね、いよいよ最後第4章、残された着物と気持ちの整理の巻についてですね。残された着物と気持ちの整理なんか深いですねこれね。どういうことですかね。そうですね、やっぱりその、ね、物、自分が持ってるものって結構なんていうかな、その生き方を表しているようなあの気がするんですね、はい、だから私はその着物をやっぱりいっぱい持っててっていう時はなんていうかな、その持ってるんだけどあの気持ちが行き渡っていなかったその着物たちに、だからもうなんていうかな、本当にあの手をかけてあげられなかったし、あの丁寧さとはあの程遠い、はい、あの風呂敷に包んでもみたいな、はい、あの感じだったんですけど、持ってるものをやっぱりもうきちんと扱ったりとかちゃんと把握することでやっぱりその自分もやっぱりその気持ちがやっぱり整理されるっていうか、穏やかになれるっていうことをやっぱりちょっとあの経験しましたね。その時思ったのはあの子供世代に負担をかけたくないなっていう。あ、まあそうですよね、そのね、はい、まあ、だから、できるだけその数は絞って自分がやっぱ大切にしたいものだけにしたいなというふうには思いますし、あとあの友達と総務契約をあのしていて、総務契約はい、何かあったらちょっとあれ片付けといて着物を頼むよみたいな、ね、あ、そういう契約ですか、はい、お互いに何かあった時はっていうことはあの話をしてます。そんなことをしても結構自分の気持ち的には楽になるんじゃないかなと思いますね、はい、じゃあですね、まあ、あのこれで一応第4章っていう形でね、このマニコさんのね、5月に書いていただいて出版されたね、このその着物をどうする、好きだから知っておきたい、保管面の処分方法なんですね、第1章からね第4章にね、分かれて書いてあります。とてもねあの今日あのお話しいただいたことは本当に触りの部分で、本当にあの事細かにね書いてありまして、僕もちょっと一回メイトさせていただいたんですけども、とても勉強になりまして、やっぱり実際にねマニコさん体験されてるから
それでその体験談を元に書かれているんでね、とても参考になりましたし、皆さんもぜひ読んでいただきたい本だと思います。動画をご覧の皆様、ワニコさんの、本は概要欄に、貼っておきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい、というわけでね、本日のゲストはコミックエッセイストの星ワニコさんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にワニコさん参りますよ。はい、着物大好き。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。